一般的なデスクトップのスクリーンショットスクリーンショット、スクリーンキャプチャ、スクリーンダンプとはコンピュータのモニターもしくはその他の視覚出力デバイス上に表示されたものの全体、または一部分を写した画像のこと。略してスクショとも呼ばれる。多くは OS や実行中のソフトウェアにより得られた画像データを指す。画面を直接カメラなどで撮影したものや、 コンピュータから出力されたビデオ信号を何らかの外部、記録装置を用いて記録したものも含まれる場合がある。スクリーンショットはソフトウェアのマニュアルを作成するとき、あるユーザーが画面上の様子を他のユーザーに示すときなど、画面の全体内し一部の表示を取り出す必要がある場合に用いられる。以下の4語はほぼ同じ意味の言葉として用いられるが、 以下のように区別する場合もある。スクリーンショットが普及する以前はゲームプログラムの良し悪しは書かれた特徴を参考に判断するしかなかった。1970年代を皮切りにスクリーンショットがコンピューターゲームの紹介、反則として使われるようになり、ゲームプレイヤーは自身がプレイする時の様子を思い描くことができるようになった。 しかし中には低解像度なプラットフォームのソフトウェアにもかかわらずより細密な上位機種の画像を用いるなど判断材料にならないものもあった。例えばコマドウ64のゲームソフトのスクリーンショットとして上位機種であるコマドウレミがバージョンの画像が使われることがあった。これは消費者からの苦情によりメーカー側はどちらのバージョンの画像かを明示するようになった。ホビーパソコンが マイコンと呼ばれていた1980年頃には、スクリーンショットもしくはスクリーンショットを印刷することを指してハードコピーと呼んでいた。この後は元来、コンピューター上のデータを紙など、コンピューターなしで人間が利用できる物理的な媒体に記録、複製すること、またはそのようにしてできた印刷物等を指す用語である。したがって元来の意味においては、 画面表示の一部、または全部を紙に印刷することは、ハードコピーの一種であると言えるが、画像データとして保存したものはそうではない。画面表示の印刷と、ハードコピーとは、次第に同義に扱われるようになり、さらに、厳密には、ソフトコピーにあたる、画像データとしてのスクリーンショットのことも、ハードコピーと呼ぶようになっている。なお、言語の英語では、 こうした混用は生じておらず、ハードコピーという語はあくまでも、紙などに出力した複製を指す。1990年代になると、ゲーム機の演算によって描かれる動画ではなく、あらかじめ高性能な CG ワークステーションで動画として作成された、プレレンダリングの動画が、ゲームの節目でのイベントシーンとして使用されるようになった。この映像を用いて、 あたかも操作画面のスクリーンショットのような形で紹介されることもあり、実際の操作画面との落差で消費者を惑わすこととなった。これも同じように消費者からの苦情により、レビューでのスクリーンショットの用い方を改善させることとなり、ゲームプレイ中の画面などの注釈表示がなされるようになった。今日でもゲームソフトは元より、 様々なアプリケーションプログラムのダウンロードサイトにもグラフィカルなスクリーンショットが用いられ購入時の判断材料となっている。ライブジャーネルや MSN メッセンジャーなどの映画、テレビ番組やそのファンアート制作などに関するフォーラムのアイコンに関連する画像が使われるなどスクリーンショットはポピュラーなものになりつつある。また、スクリーンショットを撮影。 投稿する機能を搭載したゲーム機やウェブサイトも設立され、非営利目的であること、権利表記を明示することなどの条件に限り、ゲームのスクリーンショットや動画の投稿も容認されつつある。コマンドキー、シフトキー、3のキーを同時に押すことで、画面全体のスクリーンショットを撮影できる。また、コマンドキー、シフトキー、4のキーを同時に押すことで、 画面上の指定範囲のスクリーンショットを撮影できる。その後、スペースキーを押すことで撮影するウィンドウを個別に選択することができる。撮影された画像はデスクトップに保存されるが、コントロールキーを押しながらこれらのショートカットキーを操作した場合は、クリップボードに格納される。これらのショートカットは、MacOS 10以前のクラシック OS でも有効である。 プリントスクレーンキーを押すことで、画面全体のスクリーンショットを撮影し、クリップボードに格納する。また、シスタメリックウェストキー、つまり、ALT キーとプリントスクリーンキーを同時に押すことで、現在のアクティブウィンドウのみを撮影することができる。ただし、ノートパソコンやタブレット PC の機種によっては、FNPRTSC、ShiftPRTSC、 CTRLPRTSC WIN のホームボタンボリュームを下げるボタンなどの場合もある。この方法で撮影したスクリーンショットにマウスポインタは含まれない。通常はクリップボードに格納されるのみで保存はされないため保存するには OS に付属のペイントなどに取り込む必要がある。Windows XP などではビデオオーバーレイの関連で Windows メディアプレイヤーの動画から 目的のスクリーンショットをプリンツクレーンキーを用いて取り込みしても肝心な画像が真っ黒な画像状態で表示される。回避策として簡単な方法としては p c 内にある他のビデオオーバーレイを使うアプリケーションプログラムを使って事前に適当な動画を再生をしておき実行すると動画の静止画像の取り込みが可能になる等の手法がある。なお、 アプリケーションプログラム自体に動画の静止画像を取り込む機能が備わっている場合もある。オンラインゲームなどの中には特定の操作でスクリーンショットを撮影し自動的に指定されたフォルダに画像データとして保存する機能を持つものもある。OS に備えられた撮影機能では使い勝手が良いとは言えずスクリーンショットを自動的に撮影、加工。 保存するためのユーティリティソフトが多く作成されている。ワンドライブにもスクリーンショットを自動的にワンドライブ内に保存する機能がある。Windows Vis t a 以降ではスニッピングツールというスクリーンショット撮影用のユーティリティが標準で実装されており、指定したウィンドウや領域のスクリーンショットを容易に撮影することができる。DarkTex や Windows Media Encoder API などにも対応。 Windows 8以降では WinPRTSC キーを同時に押すことでスクリーンショットの撮影ができる。撮影した画像はピクチャ内のスクリーンショットホルダーに PNG 形式で保存される。ホームボタンのある機種ではスリープボタンを押しながらホームボタン、ホームボタンのない機種ではサイドボタンを押しながら音量を上げるボタンを押すことでスクリーンショットが撮影できる。 撮った画像は写真アプリの中に保存されている。撮影後一定期間が経つかユーザーがスワイプするまで左下にプレビューが表示されタップすることで切り抜きやマークアップができる。Android スマートフォンおよびタブレットではバージョン3.0または2.3までの一部では電源ボタンとホームボタンを同時に押すことにより撮影できる。 ただし3.02.3以前のバージョンではこの機能ができないものがある。バージョン4.0以降の多くの機種では3.02.3以前からバージョンアップしたものも含め電源ボタンとボリューム下を同時に押すことにより撮影できる。ただし一部の機種ではボリューム下ボタン電源ボタンの組み合わせではないメーカーが独自に実装した例外も存在する。 例えば、画面最下部のナビゲーションバーをスライドさせて、スクショ実行ボタンを含むサブナビゲーションバーを表示させるナビゲーションバーのホームと電源ボタンを同時に押す、等である。クスナップシャット、ドイツ語環境で GNOME2.143 を使っている Ubuntu Linux 6.06 LTS でのノームスクリーンショット XWindow システム自体は、 デスクトップ環境ではなく非常に基本的なプログラムを含むだけなので、スクリーンショットを撮る方法はプラットフォームによって大きく変わる。XWD は x ウィンドウシステムでスクリーンショットを撮る最も標準的な方法ではあるものの、ほとんどの人は簡便性からバンドルされた他のツールを使う。ドル XWD ルート本家、XWD。クイックタイムプレイヤーを起動。 ファイルメニューの新規画面収録を選択で撮ることができる。なお、この方法では音声は録音できない。iOS11 の場合、設定でコントロールセンターに画面収録アイコンを追加してからアイコンをタップすることで撮れる。本体の音声にマイクで音声を追加することもできる。録画は写真アプリに保存される。現在の主要な OS はいずれも動画で スクリーンショットを撮影する機能を有しない。動画でのスクリーンショットを撮影するため、バンディカムなどの様々なアプリケーションソフトウェアが開発されている。ゲーム画面やメディアプレイヤー上の動画の撮影に失敗することがある。これはグラフィックカードなどのハードウェア上で描画された画像を重ね合わせるようにしてディスプレイに表示しているためである。 グラフィックカードなどのハードウェア上で描画された画像を抜き出して保存することはできない。ただし、ハードウェアオーバーレイを無効にすることで、パフォーマンスの低下と引き換えに解決できる可能性がある。昨今のコンピュータの多くは、ハードウェアオーバーレイを行わないため、OS は、ハードウェアオーバーレイが無効であっても正常に動作するよう設計されている。ハードウェアアクセラレータのスライダーを、 なしに設定することで無効となる。DVD に収録された動画コンテンツなどでは、コンテントスクランブルシステムによって保護されており、通常の手段では、スクリーンショットとして、画像データを抜き出すことができない。また、満足な性能の DVD プレイヤーはおおむね、ハードウェアオーバーレイでの再生方式となるため、先に述べた理由で撮影は難しい。動画でのスクリーンショット撮影は、 コンピュータの操作方法などを手早くまたわかりやすく記録、表示するために有効な手段だが、得てしてファイルサイズが大きくなることと、撮影、再生時の処理能力不足による駒落ちが問題となる。ディスプレイの描画は本来毎秒30フレームであるが、大抵の場合、単にデスクトップの動きを記録するのみならばこれほどの高フレームレートは必要なく、 低フレームレートで撮影することで動画再生に必要な処理速度も抑えることができる。ただし個々の危機環境や処理能力によって状況は異なる。コンピュータゲームのキャプチャーや漫画、アニメのキャラを描いた壁紙などを含むスクリーンショットを撮影して公開することはそのプログラム及びコンテンツの著作権を侵害することになる。これは ザ・トラステッド・コンピューティング・グループからも提唱されている問題である。同団体では、プログラム的にスクリーンショットを撮影できないようにすることも可能としている。また、日本にはフェアユースがないため、OS 標準の壁紙や何らかのアイコンを含んだスクリーンショットですら著作権侵害となる。2019年、文化審議会著作権分科会では、無断で投稿された動画や、 静止画のスクリーンショットは違法の対象になると指摘した。一部の電子書籍ではネット上への画像のアップロードや印刷を防止するために専用のビューアーを用いらせ、ビューアーにスクリーンショットを抑止する機能をつけている場合がある。もっともこれらの対策を施したとしても通常の手順でスクリーンショットが撮影できなくなるだけであり。 何らかの手段を用いて回避される可能性はある。スクリーンショットの撮影を防止する策の例としては、プリンツクレーンそのものを無効化することで、撮影不能にするものであり、市販のセキュリティ対策ソフトの機能の一つとして、搭載されているのもある。コナミが1996年から1997年に発売したゲーム、ときめきメモリアルをテーマにした、 デスクトップアクセサリー集では、起動時には常時クリップボードを監視し、プリンスクレーンの多くが検知された場合、クリップボードの内容を自動で別画像に置き換える機能が働き、スクリーンショットの撮影が不能となっている。外部への持ち出しが禁止されている機密文書を手っ取り早く持ち出す手段として、スクリーンショットが用いられる場合がある。これは持ち出し禁止の文書ファイルについて、 印刷やファイルの持ち出しが抑制がされている場合がある。しかし、スクリーンショットが文書から画像へ変換する役割を果たすため、画像にしてドロップボックスに接続するなどして、この規制をすり抜けようとするものである。このような意図的な手段のほバク露ウイルスなどによって、スクリーンショットが取られ、情報漏えいの原因となる場合がある。 オンラインバンキングサービスを展開している三井住友、新宅銀行や三菱 UFJ 銀行などは、スクリーンショットも監視するインターネットバンキング専用セキュリティ対策ソフトとして、ラポールを推奨している。ラポールは、スクリーンショットを監視し、ボタンが謳歌された時点で利用者が意図した操作か、どうかをポップアップウィンドウにて表示し、利用者に対し、 スクリーンショットを許すかどうかの確認を求めてくる。ハードコピーとは IT 用語時点 E ワーズ。インセプト。2019年8月19日閲覧。ハードコピーウィックシャネリー。2019年8月19日閲覧。2017年11月8日をもってサービスを終了。セットアップのビデオの問題でシフト、プリンスクレーンキーを使用します。 ウィンードプロ12ソースネクスト2021年6月10日閲覧。ボリューム下は端末を縦正面から見て下のボタンとなる。スクリーンキャプチャーツール電話の画面を撮影する。2020年2月19日閲覧。新たにスクショも違法対象に著作権侵害の注意点。アベマタイムズ2019年1月30日閲覧。 https://www.smtb.jp:/personal/blind/db/sex/rapol.html ありがとうございます。